こんにちは、シエルです。今日はもうね、夜中の2時半ぐらいです。真夜中の深夜練です。今日はね、チェリーカジノ、サクランボのトランプ使ってるんですけど、フラリッシュやるにはね、サラサラしてるのでちょっと私的にはやりにくいです。バックショットやっぱ練習したよね。取るんだこれ。おう、コツが分かった。私はね、なんかこう曲げてたんだよね、指をこう伸ばした方がいいっぽい。こうやってほらほら、分かっちゃったわ。できるようになると楽しいね、フラリッシュは。できた。私インスタにもフラリッシュの練習動画を載せてるんですけど、世界のね、カーディストリーさんたちもいろいろ見てくれてたりして、でそこでこの間ね、私についてね、なんか討論してて、なんかこいつはなんかわざと下手なのを載せてるのかみたいな、動画を、もしくは本当にリアルに下手なのかどうなのかみたいな感じで、なんか英語で話してて、言いたいのは本当に下手なんですっていうことですよね。再生数多いとね、6000とか7000再生とかもあったりするんですけど、ほとんどのね、カーディストリーさんって完璧なかっこいい動画を載せてる中で、私は練習中みたいな感じで下手なのを載せてるんですよ。でみんなね、頑張ってみたいな英語でコメントくれたりする中で、下手なの載せるなと、練習してから載せろみたいなコメントもあったりとかして、そういうのもちょっと面白かったりするんだけど、まあ、私はね、下手なんだけど成長していきたいなと思って、いろんな人からアドバイスもらって頑張りたいなと思います。はい、ということで本日も私のフラリッシュ練習にお付き合いいただきありがとうございます。バックパームショットが少し近づいてきた感じがするので、ちょっとこのまま練習を続けていきたいと思います。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。私世界のフラリッシュを目指すことにしているので、皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ最後にバックパームショットかっこよく決めて終わりましょう。Oh yeah.